はい、コナンです。ポケトルスマートフォンバージョンイベントステージのポケモンサファリプレイしていきたいと思います。さあ何が出るのか、プレイしてみるまで何が出るかわからない。お、サマヨールが出ました。これは結構レアじゃないでしょうか。さあちょっと慎重にねプレイしていきたいと思います。お、いきなりコンボ連発。さすがにねポケモン3体のステージだけあってコンボが出やすいですね。はい、ここでメガ進化しました。さあどうしよう、どこを狙おうか。さあここもコンボ連発で10コンボ11、このままクリアまでいっちゃえるかな。あ、いっちゃいましたね、21コンボ。そしてまだまだいける、止まりませんね。一体どこまでいけるのか。もうここら辺はねいくらコンボしてもポケモンのねゲット率とか関係ないので。だけどねやっぱりコンボ連発できるとね気分がいいよね、スカッとするというかね。さあ77コンボ、まだいくまだいく、一体どこまでコンボするのか。92、93、おお100を超えました。止まりませんね、なんか早く次のプレイさせてくれよっていうね、まあ嬉しいんだかなんだか。さあさあどこまで行くんだ。140、143、まだ行く、150、まだ行く、止まりませんね。どうなっちゃったんでしょうか。165、167、169コンボで止まりました。さあさておき、そんなことよりポケモンがゲットできるのかどうか、ぜひねこのサマヨール、非常にレアなポケモンゲットしたいと思います。ゲットしやすさは 40%、 微妙な線ですね。さあどうだ。あ、サマヨールゲットできました。なんだこのステージは、ポケモンサファリ恐るべしです。さあサマヨールをゲットすることができました。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。